虎之助のアローズ入りが発表になったのはなんと開幕直前の3月1日だった。師匠中島悟も満足、やっとこの発表会ができたんで、本当にこれで今日 F1 に出れるんだなと本当に嬉しいです。今年は日本人一人なんで、2倍それだけ取材もできると思うんで、こっちも協力するんでよろしくお願いします。高木虎之介25歳、 F1 2年目のシーズン、彼は自ら己の才能を花開かせることができるのだろうか。